さあ、ということで11月のデータを見ていきましょう。6604再生ということでね、まだボンボンボンって波がありますけど、ちょっとショーツの多分山がちょっと増えてきてる分、再生数が、入ってるって感じですね。なので、ですので、そんな再生時間には影響がないと。まあ、登録者の獲得には繋がってるんで、まあ結構ありかなっていうふうに、ショーツもやっぱありかなっていうふうに検討し始めてる。してるあたりですね。11月のデータ見てみると、よいしょと。こんな感じで、投稿放送を増えるの、これ多分ショーツの影響ですね。で、意識高い子、普通の子とか、ちょっとあれか、もう一回ちょっと復活させた頃ぐらいかな。で、6604再生っていうのは、これは大きくは、この、やっぱ、1200再生稼いでる、カラオケボックスの意識高い子、普通の子がね、大きいのかなってところになってしますね。ショーツ日本人向けに作るのか、海外も取り入れたい感じで作るのかっていうのは、まあね、海外に取り物ね、入れるのも、試合に入れてね、作ってる感じですんでね。ちょっとこのあたり、ちょっとショーツの持ってき方も変わってきてますけど、これがその引き高いか普通のこんな、とかね、ポンと入ってるのがあるので、それのが影響がありますよってことですね。ですから、上位4つが、ドンと、あれになってますね。ショーツってことでね、意識高い子が抑えましたけど、やっぱこの満腹屋がね、ずっと入ってきてるってことなので、やっぱちょっとこんなだけ特殊です。この動画だけちょっと特殊ですね。があったりします。あと15秒で分かるスタートしてる。15秒、YouTube ショート投稿チャレンジっていうのがね、あったんで、それで作ってた動画ですね。あ、今もこれ見れるか。あれになってますけどね、ショートと、こんな感じでやっとってる。まあそんなに、YouTube 公式でやってたってだけ、あんまり、あれでしたね。入ってなかったですね。投稿チャンネルってことで。ただこれね、YouTube の公式さんが始めてから、うちが一番最初だったのかな。投稿完了したのが。なので、なんか結構上に入ってきたので、それでちょっと認知度上がった感じがありますね。これはでも登録者にも繋がってないですね。っていうことなんでね、あれですけど。多分ね、ホームページの画面に置いてあるんで、そこからね、ボタンで押してもらうと、ここのところの範囲の入らないね。まあ、わかりやすい動画ですし、これはありなのかなというところにしてますね。よいしょ、あー、なんか増えてる。再生数めっちゃ増えてる。やった。これはまた、後々やりますんでね、っていうところがあったりしますけどね。で、消えちゃった。しまった。11月やってましたよね。よいしょ。11月だったよね。そうですね。という感じでしたというところですね。まぁ、ちょっとショーツの、比重の置き方がちょっと増えてきてるなっていうところですね。メインは、なんだっけ、プロフィール変えようとか、あとは、なんだ、天の発射って言ってきた。まぁ、三鉄大駅。タンツと A じゃなくて、京子と単語説のターミナル駅完全制覇の旅でね、これがずっとやってきとって、これで、山田決算会とかも入ってきながら、ちょっと、雑談動画も入りの、まあメインは、主軸はこれで上げてましたね。単鉄のターミナルがずっと入ってくる、豊岡とか行って、この辺りの前にあれですよね。カメラが壊れて、ちょっと大変なことになったりとかがありました。暑かったですからね。で、他にも、これも結構伸びたんじゃなかったっけ？日本一、50再生か。あんま伸びてないんだな。あれね、日本一広いローソンですね。これも面白かったんだけどな、個人的にはね。いや、これどころじゃない。これは止めざるを得なかった。こっちのあれだったローソンがあるわけですよね。なるほどな、ローソンがあるな、あるなと思ったんですけど、おかしいんですよね、このローソン。なんかレギュラーパーツの確認どういうことかと思ったら、おかしいだろ、これ。なんか、ちょっと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 、おかしいだろ。縁がありますね。いや、それどころじゃない。これは止めざるを得なかった。まあ、こんな感じの動画とかありました。これも見ない。でも、このやつが伸びてるのは、そう、結果的にはあれですけどね、って感じですね。こっちの方が伸びるかなと思ったんですけどね。あ、こっちの方が伸びたんだっけ？ちょっと、オタク。何が伸びるか分からんですね。うん。これなんかも26再生ですね。まあ、本当に何が伸びるか分かんない、ね。この業界は。YouTube は分かんない。だからもう数をね、やっぱ当たるしかねえや、というところでございますね。
で、あとは何でしょう、再生数が、伸びると分子が含む、へこむ動画とかも、また上げながらね、ハンディカム、試運転の動画とか、いろいろとやってとかしてましたね、っていうあたりの、ところでございました、というところで、こんな感じでいいかな、うん。まあ、11月こんな感じでしたね、というところで。では、12月のデータを見ていきましょう。とりあえず、ここまではやって、腹減ってきたね。飯を食いに行かないと。あ、とか、雨降ってきたらどうしよう。というところですね。さあ、12月のデータを見ていきましょう。